若い頃のアウグステ・ビクトリア、ハインリヒ・ホン・アンゲリが、アウグステ・ビクトリア皇后、フィリップ・ドラスローが、1908年1896年の、ドイツ皇帝一家晩年の、アウグステ・ビクトリア・アウグステ・ビクトリア・フォン・シュレース・ビヒ、ホルシュタイン・ゾン・ダーブルク・アウグステンブルクは、ドイツ皇帝、プロイセン王・ビルヘルム・ニセイの妻で、最後のドイツ皇后、プロイセン王妃。全名は、 アウグステ・ビクトリア・フリーデリケ、ルイーゼ・フェオドラ・イエニー。家族からは、ドナと呼ばれた。シュレース・ビヒ・ホルシュタイン・ゾン・ダーブルク・アウグステンブルク、公爵家の家長をフリードリヒとその妻、アーデル・ハイトの間の長女として生まれた。母方の祖父母は、ホーエンド・エランゲンブルク公、エルンスト・一世と、イギリスのビクトリア女王のイフアネ・フェオドラツーライ人間、である。アウグステ・ビクトリアは、 公爵家の館のあるドルツヒーンであるアラウジッツで、テーマイたちと一緒に育ち、平穏な少女時代を過ごした。アウグステンブルク公爵家は、デンマークからの分離独立を求めるシュレースビヒ公国とホルシュタイン公国のドイツ系住民の指導者的存在であり、1848年に起きたドイツ系住民の放棄を指導して第一次、シュレースビヒホルシュタイン戦争を引き起こした。 公爵家は1852年のロンドン議定書の取り決めにより、シュレース・ビヒ・ホルシュタイン公爵くらいの継承順位から排除され、デンマーク王官僚から追放された。1863年にホルシュタインでドイツ民族運動が再燃すると、父フリードリヒはドイツ連邦の指示を受けて公爵位に就こうとし、故郷に帰還して熱狂的に歓迎され、 フリードリヒ発生を名乗って、公爵位につくと宣言した。しかし、これを契機として起きた第二次、シュレースビヒ・ホルシュタイン戦争とその後の広オ戦争により、シュレースビヒとホルシュタインは1866年には、プロイセン王国領となった。フリードリヒの存在は冷たく無視され、彼は家族を連れて、ホルシュタインを退去した。1881年のアウグステ・ビクトリアと、 ビィルヘルム2世の結婚により、ようやくアウグステンブルク公爵家とプロイセン王家は和解することになる。アウグステ・ビクトリアは1875年、イギリスに王馬のビクトリア城を訪ねた際、母方の重邸にあたるザクセンイコールマイ人間家の公子エルンストと恋に落ちたが、両親に交際を禁じられた。後に皇帝ウィルヘルム二世となるプロイセン王子ウィルヘルムは、 1868年に、チューリンゲンのラインハルトブルン城で、また10枚にあたるアウグステ・ビクトリアを見知っていた。互いの両親が友人同士だったため、二人は1878年の夏にポツダムで再会し、交際をするようになった。父フリードリヒが亡くなった直後の1880年2月14日、アウグステ・ビクトリアとビルヘルム王子の婚約披露宴が、ゴータで執り行われた。 この婚約は、ビルヘルム王子の両親である、ドイツ皇太子、フリードリヒ夫妻が皇帝ビルヘルム一世とその宮廷を攻撃するために、成立させたものだった。ところが、アウグステ・ビクトリアの家柄が、プロイセン王家に嫁ぐものとして、ふさわしくないことを問題視する声が上がった。具体的には、アウグステ・ィクトリアの父方の祖母、ヒーバ,ババが、いずれも単なる伯爵家の出身だったことが、 対等結婚でないとされる理由になった。さらに、彼女の父フリードリヒ8世は1866年に統治していた広告をプロイセンに併合されており、プロイセン国家の政治的指針が疑われかねないという意見も出た。1880年6月2日、ようやく正式な婚約発表が行われた。二人は1881年2月27日にベルリンで、 結婚式を挙げた。1八8八年六月十五日に、夫が、定位、王位を継承すると、アウグステ・ヴィクトリアもドイツ皇后を呼び、プロイセン王妃となった。彼女は、多数の団体の被護者となり、ドイツ赤十字社やドイツ愛国婦人会の総裁を務めた。福音主義教会の講演者として、アウグステ・ヴィクトリアは、宗教、道徳上の危機を撲滅する会を創設し、 その後間もなく、福音主義協会建築協会を誕生させた。広報の呼びかけで、新労働社会を中心として、大勢の住民がベルリン市内の福音主義協会堂の建設事業に協力した。しかし他の地区での建設事業は実質的に動員であった。1914年、福音主義団体、アウムステビクトリア広報財団は、エルサレム郊外のスコーパスんに、 聖母飛翔典協会を建設した。この教会は病院として活動しており、アウグステ・ヴィクトリア病院の名でも知られる。1918年、アウグステ・ヴィクトリアは大位を余儀なくされた夫ビルヘルム2世と共にオランダに亡命し、夫妻は1920年にユトレヒト州にあるハイスドールンを住まいとした。ビルヘルム2世は1922年に以下のように書いている。 皇后は革命のために心が壊れてしまった。1918年11月以後は目に見えて吹け込み、もはや体に救った病気に立ち向かう抵抗力もなくしていた。このため衰弱は早かった。祖国ドイツへの強襲が日に日に強くなっていった。それなのに彼女は私を元気づけることに心を砕いていた。最後のドイツ皇后。 アウグステ・ヴィクトリアは1921年4月11日に亡くなった。亡命後わずか3年目の死であり、元皇后を国母として慕う支持者たちの悲しみは深かった。亡骸は三数子宮殿の庭園内にあるアンティークテンプルに安置された。埋葬には亡命者の身の上であるビルヘルム二世と皇太子ビルヘルムは三列できなかった。 皇后の棺には数千人が付き従った。ビルヘルム2世はアウグステ・ビクトリアの死の翌年、1922年11月5日にロイスグライツ家の高音なヘルミーネと再婚した。ビルヘルム2世との間に7人の子女を設けた。ドイツ語番、ウィキソースに本記事に関連した原文があります。オーギュストビクトリア、ありがとうございます。